皆さんこんにちは、マーシーです。今回なんですけども、今回は私マーシーは1日で清掃会社を退職してしまったわけなんですが、今後の生活のことを考えなければいけません。生活のことを考えないといけないのと同時に、今後の私マーシーの身の振り方も考えなければいけません。一応なんですが、ここ数日間いろいろと考えまして、今後の方針を決めました。就職活動はすでに再開しております。現に辞めることを清掃会社を辞めることを決意した9月7日月曜日に、辞めることを決意した直前に某会社の求人に応募しておりまして、来週中に面接の返事に関するお電話が来るそうです。ただそれと同時に今後のことを考えますと、多くのブログの読者や YouTube の視聴者の皆様からコメントをいただいたように、公的機関やカウンセリングなどをした方がいいのではないかというアドバイスをコメントをいただいております。私マーシーも至極当然その当時だと感じております。ですので就職活動をしながらカウンセリングや公的機関に関する情報収集をまず行いたいと考えております。ただ私マーシーの今後のことを考えますと、12月末までは一人暮らし無職の状態でアパートで一人暮らしをしても、12月末までは生活費や家賃、電気代などの光熱費、その他諸々の費用は12月末までは確保してあるんです。ただ12月以降、つまり1月からは完全に生活資金がショートしてしまいます。ですので10月末までは就職活動をいたします。就職活動をしながらカウンセリング、公的機関などに関する情報収集を行います。もし万が一10月末までに就職が決まらない場合は、無謀だと思われるかもしれません。多くの皆様からそのような意見をいただくのは覚悟しておるんですが、11月上旬あたりに機関工に応募する可能性が高くなってきました。それはなぜかと言いますと、ちょうど去年の今頃、私マーシーは去年の今頃2019年の9月上旬ぐらいにですね、トヨタ自動車の機関工に応募したんですよ。あまりにも狂った行動だと思いませんか。まあもちろん他の人からしてみれば普通のごく当然の就職活動の一環だと思われますが、仕事が長続きしない私マーシーからすれば、トヨタ自動車きつい自動車工場での組み立て作業、加工作業、検査などその他諸々の作業をするかもしれない機関工に応募したという、まさに私マーシーからすれば狂った行動になります。結局トヨタ自動車機関工は辞退しました。続ける自信がないということで辞退いたしました。ただ今回に限って言えば、10月末までもし仕事が決まらない場合は、自動車メーカーの機関工に応募する可能性が出てきております。もちろんね、カウンセリングや公的機関に相談するっていうことも考えているんですが、生活の破綻っていうのが私マーシーにとってもかなりダメージのあることで、あまりにも無謀すぎる挑戦、究極の無謀すぎる挑戦をするかもしれません。行けるところまで行って、頑張れるところまで頑張って、全てを出し尽くして機関工で働く可能性が出てきました。もちろん面接に受からなければ働くことはできませんが、このような可能性も選択肢に浮上してきました。まずはね、
公的機関に関する情報収集や地元での就職活動などを中心に行っていきたいと思いますので、これからも私マーシーをよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。